さあ本日はレン君のホリだ。挑戦してもらうのはこの人、ドロロロロアタックイエーイ。じゃあよろしくお願いします。チェギロウ。大丈夫です。はい、始まりました。いやー、男前な男さんがほっちゅっつ話だね。まあ、なんかこのレンコン掘り、まあ、この時期ってあんましねえんだけど、その去年とか植えてたやつをなんかまあちょっと掘ってみたりとかするんだけど、でまあそれのね試し掘りみたいな、まあなんか床立ちっつって去年のやつとかを取っちゅんだばって、でまあどんくらいでかくなっちゅんだべたなーって今試し掘りやっちゅんだばって、で今掘ったやつまだまだちっちゃいなーっつって、うわ小枝まだ全然出荷っつがね、ちょっとまだまだ厳しいなーなー。けどさ、この薄さ、こんな白くねっきゃ本当に透明です。油分量もマジであって、本当にこうみずみずしくてうめんだばって、めんだばってねー、一個まだまだ出荷できねえかなーって感じでね。このさ、夏はねこれ単に気持ちいいんだよな。夏はこの水気持ちいいんだよ。冬だったらねしゃっきくても本当に縛れてもらってまいんだよな、本当にな。けどまあ頑張っちゅっつことでお父さん。でこんな感じで実もあったりとかね、この実あるとこさはまあでっけえのあんのかなって感じ。これ花、まだハスの葉ってこれまだ綺麗だはんでね、まあなんか皆さんのお近くにもね届けられるようになればいいかなと思うんだばって。でこんな感じで今掘っていきますと。頑張れー、けっぱれー、お父さんな、けっぱれけっぱれー。でまあこんだけ集まってね、本当に本当に気持ちいいんだ。でも中はね、このでもさ、この夏反射数半でさマジでやけんだよね。このなんか水辺の半で涼しいんだけど、まあ涼しくもねえんだけど、あっつのあっつんだけど、まあ釣れんだけど、こうまあなんか照り返しあらんでマジでやけるっつうのがね。でもお父さん真っ黒なんでね、本当に。でこんな感じで、あ、なんか見つけしゅんでねえか、なんか動きが変わってきたよお父さんねって感じで、あのカメラワークも全然下手くそ、何映しちゅんだべなって感じ。ほんと、あー騙し、あー騙しか見えなくなって本当にって感じで、さら切り替わって、あれあれ、ほら見て顔だけ、ほら人参は見るみたいな感じで、すごいね。あそこからさあどうなった。お、メゴコでっけえの出た、ほらでっけえメゴコちゃん出たよ、レンコ。じゃコンクレーターはまあ掘れるかなって感じなんだよね。見してください、お願いします。ケチか、でかい。てか、いいね。あ、AM じゃん。いいね。で、普通にいいね。メバス。おお、あ、でかいね、メバスもね。あるね。よし、OK。男さん、はい、あっち。なんか暑かったぞ。何ですか。あなたにとって、ハースとは、ハスとは、ハス、この宝。わあ、かっこいい男だね。ありがとうございました。